東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします EU の下に山椒油があります山椒油といは山椒の木ここに集まるところです真ん中に特脈の件数というツボが あります山椒す。いうのは神のべっという言い方もありますけどもだから神の木病んでる場合はこの山椒をよく使います特に腰痛の場合は山椒をよく使います山椒の下に神柚があります神の木ここに来ると神柚というのはもう腰痛とか神の病気とか清少期の病気とか大体この神柚を使います非常に重要なツボですこの山椒と,神というのは 第一腰椎第第腰腰椎と第三腰椎との間にありますこの腰椎の凹凸から大腰筋スタートしてます大腰筋では12番目の胸椎から1番目の腰椎2番目の腰椎3番目の腰椎凹凸からスタートして足の個電子までつながってるっていう筋肉ですこの筋肉では下半身つかさどる特に正常機能つかさどるっていう意味では非常に重要な筋肉です 大腰筋を損傷してしまうと、第三腰椎の凹凸のところに触ってみると、痛みが走ります。です大腰筋を損傷することによって、できている腰椎の場合は、この三所腰とか腎腰あたり触ってみると痛いですから、治療の時にここを使います。腎腰の下に機械腰があって、機械腰の下に大腸腰があります。大腸腰って大体腰腰管の横、外側にありますので、 4番目と5番目の腰椎の凹凸の間に、この大腸腰があります。大腸の木がここに集まるところですので、便秘の方の場合は、この大腸腰が詰まっていることが非常に多いです。大腸腰のところに届かりがあると、だん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 溜まりすぎるとぎっくり腰になったりするということがあります。その大腸腰の下に還元腰。あと、さらに下に小腸腰。還元腰は、第五腰椎と仙骨の間にあります。 心臭の下に特臭があります。特臭臭は特脈の木をここに集まるという意味で、肝玄臭というのはこの人脈の木がここに集まるです。肝玄臭の下に小腸臭があります。これ小腸の木がここにあります。あの、人脈とか小腸の木が病んでいる場合は、肝玄臭とか小腸臭あたりは痛いです。だいたいぎっくり腰の場合は、ここ、木が詰まっている方は非常に多いです。この小腸臭の下に膀胱油とか中間臭とか中涼病とか白管臭とか、 ここはちょうど仙骨と腸骨とつながっている部分ではありますけれども骨盤を歪んでしまって仙骨を歪んでしまうとこういったところに滞こりがよくあります座っている時に例えば足組んで座ったりするとか片方のお尻に体重をかけて座ったりするとか20分30分ずっと長時間でそういうふうに斜めに座ったりすると体重をずっと片方のお尻にかけるわけですから骨盤ずれてしまいます骨盤ずれて 仙骨ずれてあるいは尾低骨ずれたりしますのでこういったところに木が詰まります木が詰まるとだん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 溜まってしまうと骨盤の歪みだけではなくそういったところに木が溜まりすぎるとぎっくり腰になったりとか左右の筋肉ずっと緊張具合違いますから片方の筋肉を強く引っ張りすぎることによって神経圧迫して雑骨神経痛とかそういった症状にもなります 仙骨ではと骨のくっついている間に穴があります。全部8つの穴があって、左右4つずつですけども、この穴の中に1個ずつツボ、経穴が入っています。8両というツボです。で、順番に上両、次両、中両、下両なんですけども、そこに重要な神経というか通ったりします。この仙骨ずれることによって、 重要な神経を圧迫したりすると、下半身のいろんな不調を引き起こしたりします。女性の場合、その生理不順とか、不妊とか、生理痛とか、そういった不人科の士官の場合は、仙骨あたりのツボってよく使います。あと、そこの八両のところに重要な神経が通ってますので、だから腰痛だけではなくて、座骨神経痛とか、あと、折り物が多いとか、そういった病気の時にも、これらのツボをよく使います。 尾骨の下の横に栄養という壺があります。人脈、特脈の間にこの栄養という壺があるんですけども、でここに栄養という壺があります。尾骨ずれたりすると、この栄養のところに触ると痛いんです。だから尾骨のずれを調整してあげる場合は、この栄養という壺を使います。栄養の下にお尻たるんでくると、その線があります。線のところに、小腹という壺があります。太ももの真ん中あたり。 真ん中より少しちょっと外側なんですけども陰門という壺がありますこれ陰門という壺坐骨神経痛とか下半身の麻痺とかそういった時にも使いますし腰痛とかも使いますであと長時間歩いたりして足疲れた場合はこう陰門を刺激すると血液の流れが良くなるから足の疲れをすぐ取れますで私山登りはよくしますけども山登って誰か途中でちょっとすごく疲れて 足痛い場合は、この炎門あたりを刺激してあげると、すぐ足の疲れすぐ取れます。炎門の下、膝の上に来ると、膝裏の上に不劇と、膝の裏の外側に医療という壺があって、真ん中に医中という壺があります。この医療と医中が非常に重要です。まずイオは三小形の下の合血です。つまり三小形ここで終わります。だから三小形の木が詰まると、このイオよく詰まったりします。 膝裏、外側の方を押している激痛の方が非常に多いです。これは大体三小形の木が詰まっているためです。膝の裏の真ん中にこのイチという壺があります。胃中という壺というのは、膀胱系の五葉欠の中の五欠です。五欠ですから、五行の属性は銅になります。あと、胃中というのは、胃経と膀胱経の経筋ここを通る。 わけです息のところを通って腰の中に入っていきますのでですからあの位置を詰まっているだいたい腰が痛いっていう場合は位置のところ詰まっている可能性が非常に高いですだから腰痛の時に位置をよく使います膀胱圏特脈から外1.5寸では第1ラインです特脈からさらに外に2寸では第2ラインなんですけども第2ラインって第1ライン第2ラインっていうのはこの位置のところで 合流しますで合流してそこから足の方に入っていきます広域講座の映像版毎週1回 YouTube の方にアップしてますけれどもその映像版だけではなくて音声または文字のデータもダウンロードできるように用意しました未病予防協会のホームページの中に東洋医学公益講座というタグがあります ダウンロードして例えば音声アプリとか使って1.5倍とか2倍ペースで聞きながらパワーポイントの画像を見てリビューするともっと効率よく復習することができます是非このページを活用してください今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきますもし 今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。また、この講座の最新号をいち早く見たいという方には、YouTube のチャンネル登録がおすすめです。では、また次回お楽しみに。